日本とアメリカの貿易交渉をめぐる閣僚級協議が21日ワシントンで始まり、日米両国は早期の交渉合意に向けて引き続き議論を加速することで一致しました。まあ、おそらく、だんだん大詰めを迎えつつあると。ただまだ埋めなければならない溝があるのも確かです。茂木経済再生担当大臣とアメリカのライトハイザー通商代表が参加した初日の協議は5時間に及びました。閣僚による協議は22日も行われる予定で、牛肉を含めた農産物や自動車などの工業品の関税をめぐって詰めの交渉が行われる見通しです。日米両政府は今週末にフランスで開かれる G7 先進7カ国首脳会議と合わせて行う日米首脳会談で交渉の進捗状況などを確認した上で、来月中を視野に早期の交渉合意を目指す方針です。